さあこれで孫が先鋒としてそうですね機能し始めた。はい、いや孫先鋒のこのシフトがね、ジャスティンが座ってますよ。ここでジャスティンがさあまさか実現した日本で実現した兄弟対決、はい、以前孫さんがねアメリカで困った時に、はい、ジャスティンが家に呼んで、はい、もうそれでもう僕らはブラザーだと、はい、言ってる2人ですからね。そうですね、ここで向こう側に座ったのはブラザーだった。コパネカ、しかし孫フェイロ乗ってきている。そしてこのジャスティン・ルーファスも相当独特なスタイル。さあ打ち切り、投げて画面端を入れ替える。ジャスティン、さあここはセービングを投げる。さあジャスティンといえばこのルーファスで台足をうまく使うというイメージが強いんですが、そうですね、台足、まあ、この試合でも結構もう出てますよね。出てますね。さあ、ジャトツからさあここは体育イスレックを組む。まだウルコンが2ですからね。そうですね、追いするとちょっと危ないかもしれませんね。ただ、まあ 無理しないっていいですからね、こうなってると。そうですね。さあレッカーが空中ヒットになった。ドクセック、ここは刻むがレッカー、レッカーではない、支援ですね、失礼いたしました。もう孫選手はウルコンニを決めたいところですが、どこで来ますかね。どこで狙い、さあうまくねじ込んだ。レッカー剣転身を一つ見せての、おさあうまくワルコンをねじ込んだのはジャスティン・ウォン。さあシンプルな一つ一つの駆け引きの中で、そうですね、笑ってますね、ジャスティンにうまく決めていく。高めファルコンからガード確認から投げ安定のところを最低空ファルコンで刈り取るとですね、判断が早い。そして詰めていく孫フェイロン、ゲージはないが支援を当てて集中。さあここも手前落ちでセービングを投げる。ジャスティンもう一度投げからのファルコン、手前落ち銀河からスペースオペラシンオニー。さあ決めて、次はさあジャンプ超級から、さあフレームトラップを使った、これでダンさせて孫を落とす。いやでもね、こんな今のうまかったですね。そうですね、もう